あ、チケットってあれ自動でこう使えちゃうの？使われてるの？へえ。あ、そうなんだ。じゃあ大丈夫だ。なんか最近二人の調子が良くなくて。アドリブの苦労、お察しします。ね。ね。もう。昨日のことは忘れたいと思います。もう、だって、お互い、みんなとまず、何？チームも違ければ、本当に話したことのないメンバーもね、いて、あ、どうしよう。でも私、腹出せないし、政治の姉はもう、気合で行きましたもん。マイクの調子が悪かったね。本当に？新しい携帯でズームしたんだけど。声聞こえなかった？それは残念。犬の名前面白かったよ。ありがとう。もう、行くしかないと思ったわ。桃鉄強すぎて、順位発表の時安心して見てました。ありがとう。桃鉄は、楽しかったです。もう 勝てました。よかった。ベビーキューラーね、あれさ、だからみんなお金もうマイナスすぎて、お金、そうだよね、おりんちゃんが持ってる時に使えばよかったなって思ったけど、まずあんな初っ端からキングボンビーになる展開は初めてで、3年の決戦で。でもとりあえずカード大事だね、桃鉄は。プラスも大事だけど、黄色マス止まった方が絶対いい。桃鉄はカードゲーね、そうだよね、本当にそうだと思う。だってお金ゲットできるカードもあるし、相手の動きを止めたりとか、なんか嫌なカードとかいっぱいあるし、もうカードが全てだよね、桃鉄は。まあ、ランダムに出るからあれだけど。
ハート、お疲れ。ハート、くまたん、ありがとうございます。桃鉄は楽しいよ。かわいい、ありがとう。マスクお似合い、ありがとう。マスクも喜んでます。前髪を似た写真可愛かったです、ありがとう。755のやつかな。ひななが昨日なんだっけ、私の昔の写真を配信とツイッターとかに上げてて懐かしいなと思って、ファンの方が教えてくださったんですけど、新潟の時の総選挙の、まあ、5、6年前ぐらいかの写真で、めっちゃ自分暗いやんと思って、なんか別人に見えた自分が。私は昔の写真あんまり見ないタイプなんだけど、なんかええー、って思って。でも何も知らなくて、私その写真が載せられることね。あ、でもポイントゲットできてよかったなーって思います。めっちゃ暗いよね。いじられてたね、知らなかったよ。ブラックジャガーチーム？一緒だっけ？一緒だよね。うん。めっちゃいじられ、ね、もうそんなそんな、しつゆかるんさんがゲットしたポイント、そうだよねそうだよねっていうか、まあそうだよね。私のだって、も撮ったのはひななだからあれだけど、でもまあ私の写真だよね。はい、私にポイントゲット。はい、
あーりちゃん、進行お疲れ様でしたね。ね。終わった後電話した。めっちゃ夜遅くに。今電話大丈夫ですかって、かおりちゃんが。で、そう、電話して、いろいろ話を聞いて、私も話して。で、かおりちゃんにいたの。桃鉄を見て感動したっていう感想をくれたの。かおりちゃんが初めてだよって言った。うん。あの MC の時かな。桃鉄終わった時の。MC に返した時の。でさ、昨日のファッションショーみたいなところでさ、なんかその前にも電話してて、休憩の時かな。今日の服、私めっちゃレッスン着みたいじゃないですかみたいに言われて、いやでもそんなことないよ、でもなんかカジュアルで可愛いし体型カバーできるねって言って、そしたらそのことをさ言ってて、さ言ったらしくて、本番のあのそのファッションショーみたいなところで、ちょいちょいちょいと思って。うん、私が電話で触れたことを、でもそうだね、本人もそう言ってたわ。本当に自動更新されてるんだ。私確かチケット4枚あって、なんか最大10枚まで持つことができてて、1枚消費したらあと3枚使えるってこと？でもどうやったらチケット増えるのか私全然知らないんだけど、そう、1日その休んだ場合の。自動更新なのね。
っと待って。オッケー。ちょっといろいろと、確かにかおりちゃんからも LINE 来てた。おはようスタンプが来てたから、おはよう返した、たった今ね。なんでおはようなのか意味がわからないけど。だって朝、さてお昼頃 LINE やったのに。でも私ももう一回おはようってスタンプ返した。LINE スタンプって可愛いよね。なんかわかんないけど、私今なんか無料期間みたいな、無料でスタンプ使えますよっていう。よくわからないけど、なんかそういう設定になってて。モルカーのスタンプが無料で使えてめっちゃ可愛くて、かおりちゃんに送ってる。あとなんだこれ、あとなんだこれ、なんだ、熊のプーさんとか。そう、使い放題の。あと食べっ子動物のスタンプとか、かわいい。こんにちは。かおりちゃんは、かおりちゃんも結構いろんなスタンプ持ってる。でも友達追加で無料で使えるスタンプとか。あと熊の、あ、これは友達追加して無料ダウンロードのスタンプだ。でもあれだ、クリームソーダのスタンプとか、あとリラックマとか、あとウサギとか猫ちゃん、動物が多い。あ、バラありがとうございます。ハートもありがとう。FF のスタンプはどうかな？ FF？ 調べてみよう。ファイナルファンタジー。スタンプ。え、いっぱいある！リメイクのあるじゃん。リメイクの。
リメイクやりたくなる。かわいい、ティファとエアリス。ボイス付きのスタンプもあるんだ。すごい。マジムリのスタンプ欲しいよね。マジムリ。私いっぱい作れる。撤回するとかね。確かに。誰か買って マジ無理作れそう。もう寝落ちはごめんだね。お前らもそうだろう。お前らもそうだが絶対入れたいね。お前らもそうだろう。おお、腰が痛いです。痛いな。絶対に使い勝手いいよね。ゴールのスタンプも欲しいです 全部床、私が床にこう倒れてる、寝てるあれでいいんですかね。でも本当にもう疲れた時って床で寝れるよ。なんかもう気絶みたいな感じ。なんかお風呂、例えばお風呂でお湯使ってて湯船か。で、気持ちよくてもう寝てるみたい。寝てるってか。なんかもう、それぐらいもう、床で寝るときはほんとそんな感じ。昨日の最初寝てたね。なぜ寝た？え、だって寝てないとおかしくない？そんなことないか。ハリケーンに巻き込まれて寝てて。って思ったけど、みんな起きてたからもう私も起きなきゃと思ってやったんだけど、なんか変な言葉が出ちゃって、なんかもうキャラ崩壊してもう終わりました。はい。モンブラン！ありがとうございます。だからね、難しいね、アドリブって。
髪短い。突然始まる三つ編みタイム。公園出たい。昔じゃない、昨日かおりちゃんと昔の公園の写真見てたの。まあ2年前ぐらい、最近のね。なんか私顔ちっちゃと思って、自分で言うのもあれだけど、なんか今の自分と比べたら絶対2年前とか1年前の方が顔ちっちゃいと思って、ええー、と思って、もし次公園出てオンデマで顔を撮られたら顔パンパンかもと思って、なんか焦って急に怖くなった。で、しかも全部顔がちっちゃいって思った髪型全部ね、高めのツインテールなの。はい、この時の私顔ちっちゃくない？あ、高めのツインテールって、かおりちゃんが、ツインテールは顔ち、私も好きですみたいな。横にボリュームあるから、思ったの。横にボリュームがあるから顔のボリュー、何？大きさがバレないんだと思って。そう。だから顔痩せする髪型なんだなと思って。高めのツインテールね。もう今多分できないけど。で、私に似合わない髪型は耳かけのないストレートとか、耳かけしてない、もう普通におろしヘアが多分似合ってなかった、昔の画像を見て、え、自分を見て、2年前1年前の髪型をね、公園で見る。やっぱどっちか耳かけするか、顔を出した方が顔は重く見えない、なんかって思った。リンゴヘア、あ、やってみようかな、今度。だってグラッツの公演、高めのツインだったじゃん。グラッツライブか。一度きりの。あの髪型がツインテールで、あ、なんかスッキリして見えると思って。なんか、で、あと昨日、かおりちゃんとね、そういうライブの時の自分のね、画像を見合ってたんだけど、峯岸さんの卒業コンサートで上からマリコ一緒だったんだねっていうことが分かって、お互い知らなくて。かおりちゃんいたの？って言って。え、いました！みたいな。笑った。今さら気づいた。多分立ち位置もあんまり多分近くなかったからかもしれないんだけど、運命の赤い糸に気づかなかったとき、パラ。そうね。あ、ハートありがとう。あと道端に咲いているお花に話しかけてそうなメンバーでさ、かおりちゃんが圧倒的だったじゃん。私も確か投票したんだよね。本当に、まあ、そういうかおりちゃんは見たことないし、多分あれなんだけど、なんか本当にいい子。
すごくない？すごいよね、本当に。34票ってすごいことだと思う。圧勝すぎてもう。でも、かおりちゃんってさ、一人でさ、会話するじゃん。なんかぬいぐるみとか、モノマネっていうのかな。なんか一人でお話を作る子だから なんか多分そういう感じで多分理由に書いたと思う、私確か。34票の中の1票はゆかるんさん。泊まりの時ぬいぐるみに話しかけてるの見かけた？見かけた。だから一人でずっと見て、聞いてあげてた私。ほんと可愛いのよ。だからなんかお揃いのものをね、なんか買ってあげようたいですね。なんか届いて、誕生日とは別にね、プレゼントとは別に感謝を込めて。でもぬいぐるみ大好きだよね、かおりちゃん。熊が好き。おう。熊。サンリオも好きって言ってたな。あ、ハートありがとう。あ、スヌーピーも多かった。スヌーピーを持って、この子はモカちゃんですよって言ってきた。私の愛犬の名前を使ってきたの。そうだねって、そう、びっくりしたんだけどね。可愛くて嬉しかった。そう、3連泊してる時が スヌーピー、白いスヌーピーがいるのよ、かおりちゃん家に。モカちゃんですよ。そうだね。かわいいんだよね。そう、ダックス飼ってて、私。すごい、名前みんなあるんだね。私何分に始めたっけ？ショールームを開いてチェック。33分。
女神。あとニャハンって言うようになったの、最近かおりちゃんが。びっくりした。あんま言わないね、あれなの。めっちゃいい子なのよ、本当に。普通にめっちゃいい子、本当にいい子。してるにゃー、にゃはーん。仕事は、なん。見れた、お疲れ様、サタバサ。おでこちゃんかわいい、ありがとう。本日はにゃはーもう飽きてるのに。バイユカルンファン。確かに。あんま言わなくなったけど。でも、メンタル弱いから。ほら。いつでも。守ります。はい。はい。さすが気分屋やで。気分屋。気分屋で自由な、あれですけど。ありがとう。君は猫のように自由でってか。そうだね。にゃはんよ、永遠に。願ってる。私も願ってる。あ、なんか来た。Uber Eats。通知が来た。前使ってた携帯に。ハート。全然頼んでないよ。何も頼んでないよ。頼んでないよ。通知、なんかクーポンみたいな。なんとかオフです。今届いた。タコ、ありがとうございます。でもなんか昨日も今日もとてもいい天気で、最高だね。過ごしやすい。でももう9月も終わってしまいます。うまいかな。
菓子カレー頼んだよね。ああ、そうだ。配信で食べた。なお、つけ、な、そう、なお頼んで。20分ぐらいで配信終わったやつね。食べるだけの配信。結構辛かった。レインボースター、タコ、ありがとうございます。最近ね、キュートさんのね、音楽を聴くことが増えたの。昔めっちゃ好きで、僕聴いてたんだけど、なんか。大きな愛でもてなしてとかめっちゃ好き。あれさ、キラレボの、キラリンレボリューションのアニメのエンディング曲で、そう、キュートさんが歌ってたっていうのをね、大人になって知ったっていう感動。振り付けもめっちゃ可愛いよね。歌もうますぎるし。あ、モンブラン、モンブラン。矢島まゆみさん好き。皆さん好きだけど、特に推しって聞かれたら、まあでもキュートさんはね、もう、でもフォローしてるね、インスタ矢島まゆみさんフォローしてる気がする。めちゃくちゃ綺麗。あと、あと何や？溶けたアイスクリーム、レインボースター、ありがとうございます。キーの舞台で共演してたね。ああ、そうですね。すごいよね。私も共演できるように頑張ろう。あ、かわいい。ありがとう。ハート、ありがとう。みんないる？ みんないる？あ、桃鉄優勝おめでとう。ありがとう。ごめん、なんか今日すっごいゆっくり話してる気がする。ありがとう、みたいな。あなたは、ありがとう。
いるよ。すごい、みんないたの？なんでそんな隠れてるの？ありがとう。いたの？なんか、寝てた？みんな寝てたのかな？あ、かわいい。ありがとう。いますよ。ハートありがとう。ロマンスかくれんぼ。かくれんぼか。かくれんぼタイムだったのか。他の見てました。ありがとう。でもマスクで隠れてるから、あれだよね。なんで今日マスクなんだいって思ってそう。マスク見てました。あ、メイクしてないんかい。今日スピン、いや、それがスピンでも、この時間からみんな寝かすつもり。あ、そうだね。あ、モンブラン、ありがとうございます。ハートありがとうございます。すっぴんでもいいよ。で、あー、ほんとだ、コメントが来てた。でもね、すっぴんはね、どうだろう。あと5メートルぐらい多分この携帯を離せば多分いけるかもね。あ、貝原ありがとうございます。でも昔すっぴんで握手会やったもんね。あの時来た方います？もうかなり前で、髪の毛短かったもんね。これぐらいの時だと思う。あんまりいないと思うけど、写真は持ってる。おお、昔やったね。ジェラピケのパジャマを着て握手会やった。ジェラピケのマリオコラボめっちゃ可愛くて、はい、可愛いって言ってもう見とれてた写真に。パジャマに合わせてスピン？そうなんです、そうでした。うん、みんなだったね。もうあれは私の握手券を持ってる人しか見れなかったですね。メガネゆかるみたい。お、嬉しい。メガネ好き？メガネ好きなんだよな、私。結構メンバーの中でメガネ乗せてるの多くない？私。わかんない。知らんけど。私結構定期的にメガネ写真乗せてる気がする。SNS とかで。あ、溶けたアイスクリームありがとう。溶けたアイスクリームありがとう。おしゃれになるしね。メガネ良きです。帽子も好き。おお、ありがとう。メガネ君、かわいい。好き。嬉しい。マスクでも肌きれい。ありがとう。メガネね。
なんか最近トムと私とミュウちゃんで同期会したのよ。3人で軽くランチして、ちょっとブラブラしてって感じのね。その長くは一緒にいなかったんだけど、家具を見に行ったのよ。で、ゆかりはもし一人暮らしするってなったら、水色の部屋でしょって言われて、私は何て答えたと思いますか？何て答えたと思いますか？落ち着いた部屋にする。ブラウンを基調に使った落ち着いた部屋にする。なんか落ち着いた部屋っていいよね。なんかもう一人で住むってなったら、なんか派手な色っていうか、あんまりこう落ち着いた 落ち着いた部屋がいいなーって思って、キャラを守ろう。 チョコレートの家？チョコレートの家めっちゃファンタジーでいいね。なんか素敵。すぐ壊れそう。ごめん、キャラ守れなくて。あ、和室？あ、私和室もいいけども、そんなん、いいのいいの。私は、もう落ち着きたいんですもん、26歳。今の部屋も結構落ち着いてる。模様替えっていうかしたし。てか床がもうブラウンだから、結構確かに、これも結構暗めだよね。明るめじゃないし。床が白とかだったら、結構そうだね。あ、花束ありがとう。木目を基調とした、そうだね。木目さんが後ろにいる。白い床は掃除が大変そう。あー、可愛いけどね。めっちゃいいよね。久米さんの安心感。確かに。できないからな。親に言っても否定されます。その前に多分妹が出るかもしれない っていう、もう焦りよ。妹の方がしっかりしてるからね。頭いいし。無理と思われてる。甘えてますね。もうでもちょっと焦ってるけどね。あ、甘えてると思って。妹に、そう、先、多分妹絶対先入れちゃうから、焦り。 でも落ち着くね、実家が。だってこんな、
ったありがとう。願望はあるけど、一人になったらもう、もしゴキブリとか出たら私どうなっちゃうんだろうっていう不安がある。ゴキブリ、クモ出たらもう、もうもう無理無理なんだ。なんかそう、家具屋さんとか行くと、あー一人暮らしいいなーとか思うのよ。家具、この家具こういうお部屋にしたいなーとか思うけど、私には問題点があった。虫だ。虫もそうだし、怖い夢を見た時にお母さんを起こせないっていうのも問題だ。でもこの間お母さんに言われたもん、もし一人暮らし しても電話とか、その怖い時に電話とかやめてねって言われて絶対電話してくるよねみたいな、妹と一緒に話してて、なんか私に対するなんか文句というか、そういうのすごい今聞こえる声で話してきて、うん、多分無理なんだと思う。バレちゃってるから。赤ちゃんじゃん。やめて、赤ちゃんじゃない私。モカちゃんとドルチェンで赤ちゃんじゃない。メンバー誰かと、確かにそれもあり。え、ヤカちゃんですやめて、懐かしい。うん、でもお母さんに、やっぱお母さんはもう何でも知ってますね、私の。あと料理もしないから、あ、じゃあファンの方が指細いねってね、コメントよくくれるけど、そのことお母さんに言ったら家事しないからだよって言われたんだよね。だからそれぐらいもう、はいまだ何もできないので、はい、家事をしない手だから遅いんだよって言われてる畑でマリーミーを思い出す。やめてよ、なんだっけ、 なんか言われたんだよね、ナレーターの方に。すごい、なんでやれたんだよ、あ、すごいそう言われたんだよ。でもその通り過ぎてもう申し訳ない、なんかもうちょっと恥ずかしかっただもん、だって偶の根も出ねえぜ。
発作と価値は関係ないと思う。いや、でもね、やっぱり、お母さんの手はすごいもうしっかりしてるもん、指度が。だから言えるんだよね。うん。私の指を見て、ふっ、みたいな。君は家事してないからね、みたいな。何もやってないでしょ？普段何もやってないからそんなに細いのよ。はい。だからもうそういうことなんですよ。なんか鳴ってる。妹の時計かな。たまに鳴るんだよね。妹と同じ部屋で寝るときはここで、お母さんと私と妹で3人で寝るの。敷布団でベッドは撤去しましたっていうおうち情報。みんな仲いいです。特にお母さんと妹仲良し。お父さんお父さん一人で寝てるやめて、なんか距離感別に作ってないよ。あの、うん、あ、花束ありがとうございます。そういう人が一人暮らしなんて夢の話だ。そうなんだよね。夢の話だよな。お父さんって黙らないで。そっか、だからそれが逆にあれだよね。壁だと思えちゃったね。そうね、ごめんね。いや、そろそろ終わりにしようかな。夜ご飯。うん。秋はゲージでおねんねですか？うん！いつもおねんねしてます、ゲージで。話し合いはあんまりしてないね。時間を決めて、お部屋の中で遊んだりとか。うん。ね、ちょっといろいろ佐々木家のことを話せたのではないかなと思います。すごいね、一人暮らしの話からこんなに話が広がって楽しかったです。では皆さんありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。バイバーイ。カレー。